ルカンシュチェーレーは、スロバキアの男子フィギュアスケート選手。しばしばクスリー、またはクスリーと綴られる。パートナーは、ルツィエ・ミズリベチュコバー、フェデリカ・テスタ、ニコラ・ビジュニオバー。2014年ボルゴ・オープンカップ優勝。2014年ワルシャーハイ優勝。1990年ブラチスラバに生まれ、1996年からスケートを始める。16歳の時に、 隣国チェコのニコラ・ビジュニョバーとアイスダンスカップルを結成しシングルから転校2006年からジュニアグランプリシリーズに参戦する2011年世界ジュニア選手権では5位入賞を果たすも2010から2011シーズン限りでビジュニョバーとのカップルを解散したコーチの勧めもあり同じミラノで練習していたイタリア人のフェデリカ・テスタと2011年8月に カップルを結成した。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホールン杯に出場するも、順位が一つ足りず出場枠獲得はならなかった。2014から2015シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートアメリカでは7位だった。ボルボーオープンカップで国際大会初優勝を果たし、続くアルシャワ杯でも優勝した。 2016年7月11日、テスタの引退に伴い解散を発表した。そして、チェコ人のルチエ・ミズリベ・チュコバーとのカップル結成が発表された。ありがとうございます。